遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷、滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに、軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ用心を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き矢を置き。酒井、聞こえたか。一夜一殺。手を放ってきよったか。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くぞ。わしが死んだらお主が巴を殺してくれ。心得ました。巴はお主も殺しわしの技を滅ぼす気だ。さようなことは決してさせません。巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして難しいであろうな。お主ら、ここへ。いかがなさいました。猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしがよい。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば。地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで蜂の巣か。足止めになるな。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。樽で痛手を与えられるやも。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備えろ。猛虎が来るぞ。奴らです。よし、わしの弓術を解くと見るがいい。降りてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。
まずまずの出来だ。造作もない。抜かるなよ。カイドウから来るぞ。お任せを。最後終わったな。ひとまずは。あれが巴。あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜けめ。いや、バカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾博則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。博則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしおった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。
師としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ降ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか。わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。浩徳の罪も償えず、巴の心も変えられず、しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。兼田の木に来てくだされ。ああ無論だ。だが巴の後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。よし、ノブ。走れ。
足立家の親方、政子殿がおるはず。政子殿、足立家のご一族、誰かおりませぬか。政子殿、酒井です。争いの後だ。何者かが押し入ったか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。なぎなた、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。殺せ。政子殿はどこだ。党でもない。正体を調べるか。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。
馬屋は空だ。誰かが奪ったか。蹄の跡、逃げた者がいたのか、追ってみよう。足跡、追っ手がいたようだ。騎兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。これは足立家の馬だな。死んで数日。政子殿、私です。お主は酒井家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は？武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死にを。さようか。なぜここへ？叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助立ちいたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢。私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも。
赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓に。これから黄金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。刺客に見覚えは。ない。よその百姓だろう。百姓が武士の館を襲うとは。ただの賊ではなかった。何者かが我が領地を狙った者。お主一人で行ってくれ。宗玄という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。宗玄と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。宗玄という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。なあ、心なしか阿波の味がおかしくないか。ああ、わかるよ。きっと食べ飽きたんだ。これもいつかは終わらない。もし、太刀のお手入れをいたしませんか。酒井家に伝わる宝刀、素晴らしい一品です。見ただけでわかるのか。私には刀の顔がわかるのです。人と同じくそれぞれ違うのですよ。酒井様、素材をお持ちくだされば喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。よかった。磨き上げましたよ。また頼むぞ。これで我らも安全です。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。政子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。陰ながらご分をお祈りしてます。どんな鎧でも結構です。島が猛虎に取られたとしても仏を拝んでもいいそうだ。狐の数が前より増えてると思わない？そうでしょう。多くの神社が壊されてしまったんだから。
草原か。さようで。酒井と申す。お侍、何用で。政子殿からことづてだ。足立家の親方が襲われて他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしや。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。誰にも言ったことない。昔死にかけたことがあって。あ、そう。何があった。家から離れた森でさ。酒井様、無事であったか。長尾家の下男の権次郎と言ったな。長尾殿のことは無念であった。俺のようなもののことを覚えててくださったんですね。あなたのおかげで大勢が助かってます。戦はまだ始まったばかりだぞ。だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使えそうなものを集めました。どうぞお受け取りください。これは助かるな。みんなに礼を伝えてくれ。他に役に立ちそうなものがあればあなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。対馬をどうぞお守りください。酒井様、ご無事で。どうか重則様の紫電一閃をご存知ですか。その技はただの言い伝えであろう。琵琶法師は本当のことだとおっしゃっていました。あちこちの村で法師の噂を耳にすることはあったが、今は小松の火事場の近くにいるはずです。もしお話通りの強力な技であれば敵に使われてはひとたまりもないでしょうね。ご機嫌いかがでしょうか。太刀を鍛えて差し上げましょうか。俺が代わりにしないよ。猛虎を殺し回ってる侍がいるらしいぞ。ユーモの男が。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。猛虎の刃は通しません。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。では、きっとあなた様をお守りしてくれる。やつらのことをずっと探してんだが。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神館から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。
あの坊主抜け抜けと。草原め、急いでおれ。まるで巣へ戻る狼よ。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ、見られぬように。隠れて。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。隠れましょう。近づきましょう。こっちだ。まさかお前生きておる。武士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。そちらの精鋭を出せ。さあ、侍の技とやらを見せてみろ。我が一族の敵。殺されはしないぞ。確認。社長。中におる。行くぞ。
草原、もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主は？それを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。政子殿。私は家族を埋めたのだ。一人一人をな。幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は人獄よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらべさえもか。やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。名前と家紋だ。政子殿に聞くか。何か見つかったか。何者かの名と家紋が。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には、私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。これからも頼むぞ。よし。
尋常に勝負。シーズンがやりたいにおっと。ドクトケル、グッバイセン。逃がしてやる。お侍様はすべて菰田で亡くなったのかと。ありがとうございました。もう安全だ。どうぞお受け取りください。よし、いい子だ。覚悟はできたか。どうかお戻りを。この森には
侍の怨霊が住み着いております。なぜザレ事を語る？本当です。ここはかつて野営でしたが、今やこの森に入った者は二度と戻りません。戦の最中だ、人も消えよう。ここは猛虎さえ忌み嫌う森、ぜひ夜までお待ちあれ。怨霊どもがさまよっておりますので。朝には怨霊の花、心からそう願っております。朽ちた民家、無人だ。死骸だ。誰かから逃げようとしたのか。人がおったようだ。死んだばかりだ。犯人は近いぞ。こっちへ行ったな。人を追い払うための仕掛けか。殺したか。ああ、一人だけだが首をはねた。この調子なら日の澄むまで森を独り占めできそうだ。ああ、今じゃ猛虎も避けるからな。侍の立ちで首を切るのは気が引けるが、この地を乗っ取るためなら我慢したわな。まずは仕留めてやる。
やむを得んのだ。おのれら。これで落着だ。あの男に顛末を教えてやろう。まさか生きておいでとは。これからはこう語るがよい。かつて神の森を汚す悪しき族がいた。しかしその地を守る怨霊の怒りを買うことになり、坂井家の生き残りが怨霊の頼みを聞いた。そして森から族を一掃し、怨霊は成仏することができた。良き話です。怨霊が森を守るためあなたを導いたのでしょう。